はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ8月の17日よりね、マサディアに新イベントが来るということで、闇属性、VS 光属性 VS というなんかイベントが開催されますよと。これどういうイベントかっていう話なんですけども、なんかなかなかと書いてありますが、まあ簡単に説明すると、なんか光属性か闇属性のチームに分かれてスプラトゥーンしてくださいみたいな感じですね。はい、闇属性だったら闇属性のみのデッキをまあ作って戦うで、光属性だったら光属性のみのデッキを使って戦うと。多分おそらくですけど、闇属性だったら光属性のデッキと当たると、で闇属性だったら光属性のデッキと当たるという感じになると思います。まあイメージで言うとね、ここに書いてある感じでブラックマジシャンとまあブルーアイズみたいな感じなんですけども、今回はこのイベントであちらにグループ結構自由に変更できるんで、いろんなデッキ使っていただければなと思うんですけども、おすすめのデッキ、まあ、13個ほど考えてきましたので、ご紹介をしていきたいと思います。イベントまだ何も始まっておりませんので、今撮影日現在14日なんで、なんで脳内アップです、デッキレシピ。はい、一応デッキレシピ一応概要欄に貼っておきますが、マジで脳内アップでしかないので、皆さんね、ぜひね、微調整して、使っていただければなと、参考程度に聞いていただければなというふうに思いますので、早速やっていきましょう。基本的にはですね、属性縛ってあるデッキを使えばいいんですよ。闇だったら闇、光だったら光みたいなね、なんですけども、まあ、闇属性からね、ざっと説明していきたい。結構デッキいっぱいあるんで、細かいことを説明しられません。細かい札が知りたい方はぜひ概要欄からチェックしてください。まず一つ目は BF ですね、ブラックフェザー。闇属性の統一デッキでございまして、これね、ほぼ規制かかっておりません。メインデッキおよびエクストラデッキにほぼ規制かかってなくて、手札誘発がやっぱちょっと若干ね、例えばうららとかゾウジーとかちょっと使えないので、光属性のね、手札誘発結構強いんですよ。エフェクトベーラーとかあるんでね。なんですけども、闇属性縛りはそんなに強い手札誘発ないので、手札誘発はもうガン抜きしまして、まあ無限保有ぐらいにしまして、まあ基本的には先行取って、制圧していく形になっています。神罠を眼前にしました。先行を取るんで足りない妨害はもうこの神罠で頑張ろうみたいな感じですね。で、初動カードを引っ張ってきたいんですよ。スズリとか、シムーンとかを引っ張ってきたいんで、一応スモールワールド入ってまして、スモールワールドからこのなんか異次元の探求者とか言うわけのわからないモンスターを経由して、全モンスターにアクセスが可能となっております。お次はジュガンですね。ジュガンもね、まあランクまで当たったことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、これもね、ほとんどノーダメージではあります。メインデッキおよびエクストラデッキ、エクストラデッキがね、本当はデスマキナを入れたいんですよね。だけどデスマキナを出すためのダリウスが地属性だったんですよね。ただやっぱこのスーパーパワーカード、最多の時間っていうね、回帰あることが頭おかしいカード、これが使えますので、まあ、時間もねそこそこ強いと思います。しかもかなりコンパクトにギミックがまとまってますんで、なんか汎用カードいっぱい入れられるんですね。なんで、今回は無限抱擁および神穴、これガン詰めしました。これで、先行で、ドヤ顔でなんかガン伏せして相手を分からせていくと、まあ、そういう感じですね。イベントね、先行取って周回するのが一番周回効率はいいと思うので、先行デッキを握ることを基本的にはお勧めします。お次は捕食植物ですね。捕食植物、まあ、プレデタープランツ、これもね、まあ、基本的にはメインギミック、まあ、ノーダメージという感じですね。結構ね、規制が入ってるテーマとかもあるんですけども、捕食はまあノーダメージでした。ちょっとね、勧誘号が禁止になっちゃったからさ、マサディでちょっと若干ね回しにくくはなったとは思うんですけども、今回は捕食植物のギミックにプラス、エッジインプチェーンのまあリミットじゃんですけど、デストイパッチワークのギミックと、あとデスティニーヒーロー、まあ、フュージョンデスティニーですね。こちら組み合わせております。オブレススコーピオからのダーリングコブラのね、ムーブをするとフュージョン系のマジックカードを持ってこれるんで、これでまあ勧誘号を基本的には持ってきてたんですけども、今までは、これができないということで、まあ、超融合か、フュージョンデスティニー、まあ、フュージョンデスティニーがね、単純に強いかなと思ったので、こいつぶち込めるんでね、なんでフュージョンデスティニーを入れております。お次はですね、狩りゆがします。こういうね、イベントの時必ずね、狩りゆが禁止しちゃうが僕はいいと思ってるんですけども、なんか生きてるんですよね、カリウガさん。なので、レイドラプターズで、カリウガしていきましょう。ちなみにこれアカデミアの時は手札誘発がほとんどなくて飛んでこなかったんで、アカデミアの時は僕はこのデッキ使って先行勝率 100% でした。先行取ってカリウガを相手の
あのメインフェーズにぶち込んでいくと、まあ相手黙るんでね、あのこいつの歴史召喚したの効果頭おかしいんで、これを出してなんかドヤ顔で対話強要していくと、まあ結構ね先行取れるんだったら周回効率はかなりいいし、まあ高校取ったらサレンダーして次行きゃいいみたいな話あるじゃないですか、イベントって。なんでまあ結構先行系が加速するんですけども、イベントは、まあ先行としては非常にね強力な制圧になっているのかなと、はい、思うので、まあ対話競技がしたい方はぜひ使ってください。お次はね、打点師レシピはですね、あのちょっと種族縛りの時にもあのちょっとだけ使ったんですけども、これメインギミックが結構ねそのあマスカレイドとかあとクエルティスみたいなモンスターが、クエルティスちょっと光属性なんでね使えなかったりとか、あとこれが1枚しか使えなかったりとかあるんですけども、そのメインギミックの中のまあ要はあの勝ち筋に直結する部分、ルシフェルとか打点師の部分、これがね全部規制が入っておりませんでしたので、まあ、使えるかなと、はい、思ってます。まあ、アンヘルとかもね追加されて、割とその馬となんかデスピアとかであのシンクロできたりも一応するんで、まあ、ちょっと楽園開幕とか打っちゃってると微妙ですけども、まあ、このギミック自体は生きてるんで結構強いかなと。あ、でね、あのね、楽園融合はね、使おうと思った場合ね、かなり難しくてね、まあ、一応楽園融合とかぶち込んでいけるんですよ、一応リミット1に指定されてまして。ただね、ルベリオンとかアルビオンが、その、お互いの融合召喚条件に逆の属性要求してるんで、楽融合をちょっと打ちにくいです非常に、はい。なんでまあ採用するにしてもちょっとルベリオンアルビオン軸じゃなくなっちゃう気はしますね。お次はね、いつもの魔界劇団です。魔界劇団はねいろんな組み方があると思うので、まあ先行用後行用いろいろあると思うんですけども、まあ今回はちょっと先行で、ヤブヘビセットしてる方にしてみました。でヤブヘビであのこの辺 の, あの強い闇属性モンスター出していくみたいな、ね、感じにしてます。一応ね後行を取る構築にして、ライトニングソードとかサンダーボルトとか心変わりとか、そういうカードをまあガン積みしてここからまくっていくっていう構築もあるんですけども、まあ、やっぱこういうイベントってね、やっぱねなんかその先行取って、まあ、ある程度制圧した方が周回効率というかメダルをゲットする効率はいいんですよ。なんで、まあ、一応今回は先行用としてまあヤブヘビ型を、組んでみました。次はですねラビリンスですね。ラビリンスはねちょっと規制が結構厳しくてですね、あの組んでみたんですけども、まあ、結構強いだろうなと思って、あの例えばまずクックロック禁止になってまして、まあまあ高校0ターン目からそのトラップを打っていくみたいな動きがねちょっとできなかったんですね、はい。あとはビッグウェルカムが1と、あと、レディオブザラビレスが1、まあ、両方とも制限カードに指定されておりました。ちょっとやっぱ ありえないほど強かったのかなと、あのテストしてみたらちょっとわかんないけど、まあね1枚しかないんですけど、まあ回るは回ります。別に1枚でもやりたいことはできると思う。例えばビッグウェルカムだったらね、白金の城で、再セットすれば、まあ、1枚でも使い回せはするんで、なんでそういう動きをしていくしかないかなと、思うんですけども、まあその一般的なランクの構築からするとかなりパワー落ちてると思うので、まあ、その辺ちょっとご了承いただければなと思いますね。まあ、一応その辺を、まあ、あのトラップカードのかさ増しとか、あと天国ローとか入れてケアしてるのと、あとこの能力吸収石、これね実質スキドロみたいなことできるんで、これで、まあ、先行取って、相手の動きを封鎖していければなと、はい、いう風な感じで組んでおります。お次はですねオルフェゴールですね。オルフェゴール自体のギミックはね生きてるんで結構強いと思うんですよ、はい。ただ、問題はオルフェゴールの初動が結構薄いというところがありまして、まあ、ビーステッドがかなり気になってるんですよね今回ね、制限なので、まあ、ビーステッドとか組めないし、あとスクラップとかも組めないんで、まあじゃあどうしたらいいかなと思ったんですけども、なんかそのラビリンスでなんかストービーとかそのシャンドラとかでこれ切ろっかなっていう、まあちょっと強いか分かんないですけどね、ぶっちゃけ全然回しないんで、あちょっと僕の脳内で組んだだけなんで、まあちょっと一例として捉えていただければと思うんですけども、まあ、そういう動きをしてオルフェゴールをで墓地叩き落としてディベルをね、で、ディベルの効果から動いていったり、まあ、あと一番初動であるギルスとか、あと、まあ、週末の騎士あたりで、いつも通り の, あのオルフェゴールムーブをして、まあ、あの制圧バンドを敷いていく、まあ、基本的にはその、バベル張って相手ターンに、ディンギルスをしていくみたいな、まあ、そんな感じの動きをね、見せていければいいのかなというふうに思ってこのデッキを組んでおります。次はダイノルフィアですね。ダイノルフィアはね純正ゲージやっていました。融合のトラップカードが両方とも、はい、
なので、結構ケアされてるかもしれません。強かったのかな、テストプレイしたら。なんかちょっとよくわかんない、これテストプレイしましたみたいな雰囲気を感じるんですけど、これしたんでしょうか、してないんでしょうか、ちょっとわかりませんが、まあ、とりあえず純正義になっているということで、まあ、ちょっと安定感がね、若干気になるところではあるんですよ。なので、まあ、化石調査とか、あと、強欲で剣気のツボ、金丸の剣気のツボ、強欲で金丸のツボみたいなカードを、まあ、ガン積みして、まあ、安定感を、まあ、っていうか、安定感というか、テレジアですね。テレジアを、なるべく引っ張ってこれるように、しております。一応ね、リリスとかで、かさ増しするっていう説もありますね。悪魔城リリスとかで。はい。で、先行取ってね、ガン伏せしていくテーマだと思ってるんで、まあ、神罠をガン積みしました。まあ、この辺のね、罠はね、なんか、環境に合わせて、使い、なんだ、調整していただけばいいのかなと思うので、まあ、こんなにいらねえなってなったら、ちょっと抜いて、なんかその、安定感上げるためのカードにしてもらってもいいですし、ちょっと初動が足んねえなってなったらリリス入れてもらうとかね、まあ、そういう感じの、動きをしていけばいいかなと。でね、一応ハウル魂入ってるんですけど、ライフ減らすために、まあこのね、レクスタイムとかの効果バンバン使っていきたいからね。ただね、ハウル魂から出てくるモンスターがね、あんま強くないんだよね。ザークから、まあ、ハウル魂の除外効果使って出てくるモンスターって基本的にはクリスタルウィングとか出してくると思うんですけども、やっぱね、強いカードが軒並みやっぱ基本的には禁止になっているわけですよ。これの関連カードか、はい、ここね、この辺がやっぱ出していきたい、ヒット効果なんですよ。これ禁止になってるんで、まあ、出せるとしてもね、まあ、スターブビロン、プレデター、フュージョンドラゴンとか、あと、ブレイブアイズ、ペンデラムドラゴンとか、あの辺くらいになってくるかなって感じなんで、ハオルの魂はどっちかっていうとライフ減らすカードで、まあ、こいつから出てくるモンスターはあんま強くないかなっていうイメージですね。次はブラマジですね。ブラックマジはもうね、光属性を一応ちょっとだけ要してるテーマなので、そこが使えなくなってるんですよ。例えば、マハードとか、あとこれね、ティマイオス、合体で言ってマイオス使えるのちょっと痛いなと思ってるんですけど、まあ一応メインギミック自体は基本的には闇属性で固められてまして、まあ綺麗にね、収まってはいると思うので、まあ別に、戦えなくはないかなといったところですね。はい。で、圧倒的最強のトライアングル、魔導人、魂、竜騎士、ブラックマーシャーみたいな。こういうトライアングルを、作ることができれば、まあ、大体どのデッキでも勝てんじゃないかっていう気はしてるんで、まあ、それをね、目指していくべく、まあ、ティマヨス様なんか3積みとかしています。手札誘発とかね、入れてもいいと思うんですよ。DD クローとか、スカルマイスターとかはいるんで。ただなんか、それが刺さるかどうかってかなり怪しいのでね。なので、まあ、そういう汎用性の低い手札誘発入れるんだったら、メインギミック回せるようにしちゃった方が、僕はいいかなと思ってるんで、こんな感じにしてます。で、こっからは光属性ですね。光属性はね、手札誘発が結構優秀なやつはいっぱい使えて、まあ、後手も結構強いんじゃないかなと思ってて、だから割とバランスがいい周回効率なんじゃないかなと思ってるんですけど、まずヒット方法はエクソシスターですね。エクソシスターはね、パークスが制限カードになってまして、若干安定感がそがれてはいるんですよね。あとゾロアとか、ゾロアもね、結局その属性が炎だったりするんでね、これも炎とかだったりするんで使えないんですけど、まあスモールワールドで頑張って、なんかそのレイブンとか経由してマルファにアクセスして、マルファから動いていきたいなみたいな感じの構築にしてますね、一応。はい。で、誘発はさっき言ったように結構優秀なやつが多くて、例えばエフェクトベーラーでやるとか、ニビル、それから無限法要、あと、まあ、今回ちょっとマルファと相性悪いんであれですけど、ガンマとかサイフレーム、ギアガンマとか、ああいうのも入れられるんで、まあ、光属性はね、割とバランスよく誘発が積み込めるようになってるんで、まあ、そこが一番強いところかなと思いますね。で、次はですね、ブルーアイズですね。ブルーアイズ、まあ、光属性なんでね、まあ、こういうイベントぐらいでしか活躍できないと思うんですよね。なんでちょっと使っていけばいいかなと思ってるんですけども、ブルーアイズ、ちょっと残念なお知らせがありましてですね、カオスマックスドラゴンさん、闇属性なんですけども、使えません。光属性なんで、縛りが。なので、儀式軸はちょっと難しいかなと思ってまして、まあ、できるとしても融合ぐらい。なんで、まあ、タイラントとか、ツインバーストみたいなカードを入れてまして、まあ、この辺でね、アタッカーとして運用していけばいいかなと。で、まあ、シンクロモンスターもね、そんな強くないんだよね。ぶっちゃけ。なんで、シンクロというか、どっちかというとエクシーズで戦っていこうと思ってまして、エクシーズは結構強いやつがいっぱいいるからね、光属性、レベル、ランク8は。なので、蘇生カードいっぱい出てまして、福音とか、あとそれから蘇生とかね。こういうカードを、まあ、竜の、レビューとか、あとトレードインみたいなカードを使って、バンバン落として、まあ、ステスみたいな感じで、動かしていければ、まあ、ランク8出るんで、まあ、こういう動きを、していければ、まあ、ある程度、正眼でも戦っていけるんじゃないかなと思ってるんで、
はい、こういう構築にしました。さあ次は、ギャラクシーアイズ。ギャラクシーアイズですね。ギャラクシーアイズはね、あの高校用に一応しております。構築的には、まあ、先行でも一応やれることはあるんですけども、フォトン立てたりね、あのフォトンロード立てたりとかできるんですけども、高校用に一応しております。ぶっちゃけこいつで殴るのがやっぱ一番強いんでね、こいつで殴るように構築してるんですけども、ちょっと強化入ってまして、あのスターリングライト、これレベル 4×2 で作れるんですけども、これ手札から光の性マス出せるんですよ。これ、手札の上級も出せるし、まあ、下級もあの出すことができるんで、結構臨機応変にあのギャラクシーアイズをサポートしてくれるカードなんですね。なんでスターリングライトのおかげで、まあ、そこそこやれるようになってるんで、まあ、ギャラクシーもワンチャンあるかなと、はい、思っております。ちょっと本当全然使ってないんで最近ギャラクシーアイズ、なんか最新の構築どうなってるか分かんないですけど、ギャラクシーアイズのプロの方教えてください。デッキの紹介は以上でございます。他にもね、使えそうなテーマとかざっとちょっとあのデッキ組んでないんですけどご紹介していこうかなと思うんですけども、おまけですね、はい、ドライトロン、まあ、ドライトロンは光属性で、固められてまして、まあ、あのパーツがね、弁天が確か制限カードかなんかになってたんですけども、まあ、メインギミック自体は全然回せるかなと思うので、アルテクがワンチャン立つかなっていう、はい、まあまあアルテクじゃなくてね、あの QA とかあの DRA とか立ってもらっても全然いいんですけど、アルテクはワンチャン立ちそうな気がしないでもない、はい、あと闇属性だと、こっちのティアスケールね、ティアスケール要は現役者ファントムナイツ、ファントムナイツもね多分結構強いと思うんだよね。まあ、ちょっと最新の構築っていうか、俺ファントムナイツほとんど触ったことないんであんま分かんないんですけど、まあ、ギミック自体は全部生きてるんで、ラスティバルディしかも全部生きてるんでね、なんでまあキリケンセットとかね、あの辺も全然キリケンとか制限かかってないからさ、全然ね、ほらね、余裕だから、なんでまあこういう動きも全然強いかなと思いますね、はい。あと暗黒界、暗黒界はエクストラデッキがね結構ね死んでるんですよね。死んではいるんですけど、まあ、例えばね、なんかイドロックする方、ケルトが制限カードくらいで、あとはまあ基本的には生きてるんでメインギミックは、なんでなんかイドロックするとか、あとまあ普通にグラファ、融合グラファ立てるみたいな、まあ、こういうのでも全然強いかなと思うので、まあ、暗黒界もワンチャンある。あと混ぜ物ね、暗黒界ティアラメンツとかワンチャンかもしれないね。ティアラがねちょっとねあれなんだよね、水属性が絡んでるんですよ。キトカロスとか、まあ、カレードハート、これ闇なんですけども、水属性か、例えばレイノハートとか、それか、まあ、ルルカロスとか、これ水属性だし、あとサリークとか、この辺全部ね禁止になってるんで、なんでちょっとね若干、まあ、いつも通りの動きはできないと思うので、なんか暗黒界と混ぜるとなんかワンチャン結構ドラゴスタペラ出るとか、グラファー出るみたいな構築はあると思うんで、暗黒界ティアラメンツみたいなデッキはなんか組めそうな気がする。あと、ルーンですね。ルーンは何と混ぜても別にいいと思うんですよね、ルーンは。一応、フギンが光属性なんで、多分光に混ぜると思うんですけども、一応闇属性も、ルーンにはいましてね。何か、例えばエクソシスターと混ぜるとかね。なんかそういう構築、なんか変な構築もできると思うんで、まあ、ルーンの可能性はね、ぜひ探っていただきたい。あ、ちなみに、永続はね、結構死んでる。スキルドレインとか。はい、ああいうのは死んでるんで、永続型 のルーンとかはできないと思いますが、はい、で最後にですね、手札誘発どんなやつが使えるかっていうのを、ね、まとめておきたいと思います。ね、増殖する G とうららがやっぱ汎用性高いんですけど、あれないんでね、なんで、まあ、ちょっとやっぱそこからは落ちる誘発のレベルになってきてまして、光属性の方がねどっちかというと強いですね。エフェクトベーラー、それからまあ、ファミリー呼んでくるやら、サイフレームギアガンマ、ウサギ、ロンギヌス、ニビル、まあ、サウラビスはちょっと若干用途違うけど、サウラビス、無限保養みたいな、こういうのが誘発として光属性積み込めるんで、なんで多分ね後手からまくっていくっていうか、後手で、まあ、一応ワンチャンあるかなっていうのは光属性の方がありそうで、逆に闇属性の方は大した誘発ないんだよな、あんまり。ちょっといろいろ探したんですけど、例えばまあ DD クロー、まあ、これ墓地除外するんで、まあ、強いは強いですけど、まあ、刺さない敵もあるんでね、まあ、DD クロー、それから、まあ、冬桜、これもなんかエクストラ圧迫するしね、何がいるかも分かんないからね、環境に。とか、スカルマイスター、もうこれも似たようなもんですね、DD クローと。だからまあ、汎用性がそんなに高くない。あと、ファンタズメもそうですね、まあ、刺さないデッキもあると思います。まあ、無限包容刺さないデッキはあんまないと思うから、まあ、無限包容は入れた方が基本的にはいいと思いますけどね。はい。まあ、そんな感じですね。というわけで、まあ、またね先行系が加速しそうな気はねプンプンしてるんですけども、まあイベント
始まったらね楽しんで周回してみたいと思います、皆さんもねこういうの結構いいと思いますみたいな、ご意見などございましたらぜひコメント欄で教えていただければなと思います、何度も繰り返しになりますが一応参考程度にしてください。別にイベント周回してるわけじゃないんで僕、まあ、ざっと脳内で組んだデッキを、まあ、軽く紹介しただけなんで、まあ、そこだけちょっとご了承いただければなと、はい、いうふうに思ってます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。